よっしゃ。いやあれはちょっといいなぁ。クソ月姫はやばいぞ、あれ多分。ちょっとね、なんかね、あったかかったけど、切ないわ、マジで。あれ最後どうなんだろうなぁ。なんか狼死んじゃいそうだなぁ。魔女と戦いそう、最後。3章の頭か。うん。2章まで終わったんだよな。松金組若頭、羽村恭平は、モグラと通じている。その仮説を裏付けるかのように、八神は行く手を阻まれる。町中に張り巡らされた羽村の監視網は予想を超えて根深い。孤立無援の八神へわずかに差し伸べられるって。だが夜はまだ明けない。ピストル強盗、物騒すぎる。あのイケメンのあんちゃんかっこよかったね。いや、イケメンかどうかわからんけど、もしかしたら俺みたいな顔してるかもしれないけど。お前らターボを捕まえるまで帰ってくんじゃねえぞ。町中しらみつぶしにしろ。仮面のガキ決まってんだろ。あいつもだ、バカ野郎。早く出た方がいいぞ、海藤さん。今松金組に見つかるとまずい。中か。これ面白いのがさ、あの切れてるのにターボっていうの面白すぎるよな。カイトさん、ああ、はいはいはい、そこにいいのか。まず行きますか。おっと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 、うわ。そういえばなんかこれマップでわかんのかな、サイドとか。このゲーム、あ、そっか、そうなっちゃうか。まあいいや。あ、そう一回でやれあ、2400か。なんかなんかいけねえかな。トリプルフィニッシュか。あー、それはいいかもな。あ、おい、トラ落としじゃあこれだわ。じゃあこれだ。これ伸ばしてってトラ落としいけんならこれだわ。 2D コード、え、マジか。ああーやべ、投資ちょっと早まったかもしんね。よう、ターボ。ヤガミか、久しぶりだな。お前、東か。アズマじゃないんだね。東通る。ああ、そうなんだ。頭の命令で来たんだと。お前を探し回ってる。ああ、
あの人は相当モグラに触られたくないらしい。なら手引くのか。うちをコケにした頭が怒ってんだよ。ますます手を引く気なんてないね。仇の出る幕じゃねえんだよバカが。おかげで俺らまで面倒に駆り出されちまった。いいじゃねえか、頭に尻尾振んのが今のお前の仕事だろ。頭は芸才すりゃたっぷり餌をくれるんでね。あんたと違って尽くしがいがあるんですよ、怪盗の兄貴。俺はもうお前の兄貴じゃねえ。そうでしたね。手下連れて帰れや、東。ええ、今日のところはそうします。やっぱ、あんたに手出すときは、こっちも殺す覚悟でいねえと。なら、次が楽しみだな。もういい、行け。前にも言いませんでしたっけね、疫病神を略して八神です。すぐに手切った方がいいですよ。東よ、少し見ないうちに悪い顔になったな。うるせえよタボ。東をつけてきてくれねえか。え？俺が組抜けてからあいつに何があったか、今どうなってるかが知りて。ああ、前とは別人だ。さっきあいつがここに来た時、俺は一瞬誰かわからなかった。お前の言う通り悪い顔になってた。わかった、行ってくる。モグラの件とは別だ、依頼料は払うぞ。そんなのいるわけないだろ。それに羽村の情報も手に入るかもしれないしな。東、まあ海藤さんのへのリスペクトは今もあるっぽいな。八神と手を切れってことを言うんだったら、あとあれだね、あのアウトレイジの加瀬亮がやってたキャラに似てる。もしもし、カイトだ。こっちの窓から東が歩いてくのが見えた。あいつは今一人だ。中道通りを右に折れてった。中道通りを右だな。わかった、頼んだぜ。中道通り、ああ遊び行けない感じか。とりあえず進めろよって。追跡か。そんなでも後ろ気にすっから普通に歩いてる時。近づきすぎると横に隠れられなくなる。なんだよ。
分かった。すぐに行く。まあ、東と東あるよね。ガロー伝説は城東。まあ押されたんだけどおばちゃんに丸見えだそんな見るそんな走り方しないでしょ。なんか人自体は良さそうだよね。いや、気づくでした。気をつけろ。すみません。今のは無理でしょう。大丈夫だ。危ない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 。いや、気のせいか。目の前まで行ったぞ。いや。これはダメじゃないこっちは来ないでしょ。ちっかこんな探偵いるかい。すごい香水の匂いしそう。これは何のことだ。誰もいないよ。格好がキリュウちゃんリスペクトだ。大丈夫だよな。木村が見失うわけないでしょ。ここなんだ。あ、いいな、両方後ろ見て。カイトだ。東は公園前通りのゲーセンに入ってった。心当たりは。ゲーセン。ああ、シャルルって看板が出てる。昔、俺が組から任されてた店だ。
今はあいつがやってるってことか。ヤクザのやってるゲーセン？実は裏カジノとか。いや、たまにヤバい取引の場所に使ってたがよ。普段はガキでも入れる普通のゲーセンだ。わかった。なら俺も行けるところまで行ってみ。おう、ちょっと待てよ。え？そこまで広い店じゃねえんだ。店入る前に変装してった方がいい。なるほど、変装か。わかった。変装どれだっけ。変装すんの。これでしょう。これで、これでいけんのか。本当に？はい、取れないんだ。え？ダメなんこれ。秋山スタイルダメらしいっす。これ変装か？本当に？いや、わかるでしょ、これ。これ入れない。変装？あ、こっちからか。これオッケーなの？ちなみに。いや、やっぱ秋山スタイルでしょ。あ、そうなんだ。え、これでいいんだ。ガチャガチャある。おいおいおい、シェンムリスペクトだぞ。やるでしょ。めっちゃセンムリスペクト。マグロ、マグロなのあれ。シャルル、ですけど。後にしろ、今仕事の話中だ。え、でも。うるせえ、あっち行け。行って。悪かったな。よかったらこれで遊んでってくれ。いいの？ありがとう。東いいやつじゃん。野球やろっかとか絶対言われないじゃん。おい、何やってんだ。そこは入るな。入んなっつったろ、てめえ。あ、やるの？構わんけど。なんで体力そんな低い？うん。あ、致命傷ダメージか。妙な野郎が。ヤガミ、てめえ俺をつけたな。つか、なんて格好してやがる。まあ、そこはそっとしといてくれ。
何のつもりだ。何しに来た。カイトさんがお前を心配しててね。心配だと。自分を慕ってた射程がすっかり別人みたいだってな。悪い顔になったか。当たり前だ。俺はな、極道なんだよ。いや、悪ぶってるだけだろ。はあ？さっきお前が子供に見せてた顔、見覚えがあるよ。やっぱり根っこは変わってない。海藤さんを兄貴って呼んでた頃から何もな。なら確かめてみるか。おっと、喧嘩はもういいって。どうしてもって言うならすぐに出てくよ。腰抜けが相変わらずだ。俺らが最後に会ったのはもう1年前か。海藤さんが破門にされた日、あの時お前は泣いてたよな。ヤクザの金庫が強盗に襲われる、そんなまさかがあるなんて普通は考えない。その日事務所の当番だった海藤さんもそうだ。取られた組の金は1億。さすがの海藤さんもいきなり銃を突きつけられちゃどうしようもなかった。てめえら何やってんだ。責任者にけじめつけさせてるとこです、親父。指で済む話じゃねえだろ。それで俺の金が戻んのか。いえ、ですがけじめですんで、やらねえことには示しがつきません。じゃあその指一本で1億ですか。ターボ、なんだお前は。俺と一緒だったんでな。何やってんだよお前。1億の小指だろ。落とす前によーく見とこうと思って。うるせえ。笑えるだろターボは。でも頭、取られたのは1億ですよ。それが指一本で済むんですか。こいつはとりあえずのけじめだ。とりあえず。じゃあまだ他にも何か。当然よ。海藤は今日限り破門だ。そんな、海藤の兄貴が。親父、俺は泣き入れて済む額じゃねえ。親父もお分かりですよね。こうするほかねえって。この件はもう本家の耳にも入ってますんで。本家に？ずいぶん手回しがいいな。ありがとうございます。ふーん、じゃあ海藤さんは本当に。仕方ねえ、破門だ。今この時、この瞬間から。そうだ。なら指詰めんのはなしだ、海藤さん。あ？何勝手なこと言ってんだてめえ。指詰めんのは極道のけじめのつけ方でしょ。でももう海藤さん仇ですから。部外者は引っ込んでろ。組長が海藤さんを仇だとそう言ってんですよ、頭。タボ、いらねえことすんな。海藤さん、こいつは男のけじめだ。俺はもうとっくに腹くくってんだよ。よせ海藤。もうてめえは子分でも何でもねえ。俺は
仇の小指なんざ受け取る気はねえぞ。お、親父。助け船だろうけど、あの時親父は兄貴を助けたくてお前を連れてきたんだろう。だがもうあの状況だ、波紋は避けようがなかった。それでお前はできる限りの弁護をしたってわけだ。おかげで頭にはずっと目つけられてるよ。でもお前はうまいことやったな東。頭に取り入って出世したか。このゲーセンも前は海藤さんが仕切ってたって。てめえに何がわかる。まあそうしないと海藤派っていうあれになっちゃうと多分。今の松金組は全部頭が牛耳ってんだよ。海藤の兄貴がいなくなって親父は少しずつ勢力を崩されてった。兄貴さえ組に残ってりゃこうはなってね。お前はそれを見てただけか。頭が組を乗っ取ってる間ずっとたった一人で何ができんだよ。言うはやすしだ。そうだな。そういえば松金組から取られた1億、あれどうなった？ああ、金は戻らずじまい。犯人も逃げたきりか。うるせえ、てめえには関係ねえだろ。だよな。どう考えても、どう考えても羽村の兄貴でいや、それしかなくないだって。目障りだった対抗勢力の海藤さんをねえタイミング良すぎる。畑の人が借金返せないからって勝手に指詰めて持ってくる人がいるらしいんで、畑の人から指をもらってもただただ困るだけなんで結局トイレに流せ。無駄切り。いや、まずさ、ヤクザから、ヤクザつか、借金をしちゃダメ。うん。これあれだっけ、イベントのやつだっけ。ん、首飛んでった今あ、鳥、なに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 、首が飛んでったかと思った。アイドルかなんか、そよ風と共に去り、いろいろ混ざってた。あの、帽子。アップにするな。かわいそうじゃろうが。あ、綺麗な頭してんね、でもね。うん。髪切らないとな、俺もな。ちょっと
顔が、あ、いや出た出た、ちょ待てよ、絶対言わされただろう。何そんな、あのマグナムトルネードみたいな感じ、うわやべ、押したっつの、ちょ待てよは言わされたでしょ絶対台本に。はい木村さんすいません、ここちょ待てよお願いします、やるのって感じだっただろ。そんなことならんでしょ。危ないよ。うわ、木村をこけさせるわけにはいかんのに。あ、チャリンコか。帽子ね。帽子を捕まえる。帽子だよ。帽子です。間違いないです。帽子です。いや、寒いしさ、今日雨降ってたからさ、髪切りたくなかったんだよな。わざわざ寒い日には切りたくないよね。男前だな。誰ですかね。井出らっきょさんですか。ん、ここなら、ええ、徳永東也、やっぱそうなんだ。え？そうなんだ、ハゲだけど。いやでもハゲってまあでもさ、まあこれもそうだけどさ、まあかぶっちゃえばさ、ワンチャンあれじゃないですか。そう。でデブだって。ちゃんと痩せようと思えば、そう、まあ、できてない人がデブになるんだけど、うん、身長はどうしようもないじゃん、うん、身長は伸ばしたいで急にね5センチ伸ばすとか無理じゃん、うん、だからそういうことかなと思って、サラサラヘア、うん、自信がつくんやろな、帽子かぶると。ハゲはだってしょうがなくない、だってもうさ遺伝子とかで、うん、ハゲやすい人とかはね。よし、とりあえずまあ帽子を取ってあげたんで11時半か、じゃあまあとりあえずポーカーやりこ、ポーカー今日のポーカー、じゃあ行くぞ。病気とかしょうがないっすよね。このそっか、ひし形、ひし形つうかひし形ではないか、正ひし形。
なるほどね、海藤さんの過去が。いやでもあれだな、東いいね、東すごいいいね。これここが呼ん出されるぞ、こんなことして木村じゃなきゃ許されねえぞ、こんな。これ一プロ浴びないとね。これでも俺以外もやった人いるだろう、いないのかな。これめんどくせえな、これいちいち。俺これいらなかったと思うんだよね、このゲーム。うん、いらんことない。元もね、元も子もねえこと言うけど。まあセーブなんだよな。こうね、出だしとかさ、半ばとかでさ、これをやっちゃうとさ、結構見る人がめんどくせえなというわけでね、最後にやるようにしてます。まあだれるよね、うん、あー無理だな、うん、弱い。オンペか、ああ2ペアだったな。いやーでもかなり跳ねてるな、こいつは自信ありか。スリーカード、オッケーオッケー、ちゃんと降りれましたね、うん。まあ結局大負けしてもリセットするんだけど、これストレートあるな。あーワンペ、うん、弱いね。だって場のワンペだからね、さすがにでしょ。急にね、ちょっと弱いな。これは無理かな。ワンチャンストレートあったけど。あーフラッシュ、うん。もう一枚かな、とりあえず。ダメだ、パッとしねえな。今回はあれ降りるんだな、配られた時点で。あーこれ惜しいな、ストレートだったな、あれが11だったら。弱そうだな、あっちも。いや、いいや、勝負なんだ、話になんねえ。これはいける、いけるんじゃねえか、これは。
かった。これ負けたら嘘でしょ。乗せるね。勝てんのかお前は。3カードに4カードって1回出してみたいな。よっぽど引きよくないとできてないかんね、あれは。フルハウス、いや負ける要素がない。お前勝てんのかフルハウスに。何持ってんだフルハウス。負けねえわな、木村は負けねえわ。むむむむ。いやーダメだな。ワンチャンフルハウスあったけど、フルハウスじゃない。よし、やられたな。ストレートか。ペアだったら、でもバイチだと、バイチのキングか、バイチのキングだとな。まあ、最後まで見てみるか。クソレビ。あ、ていうかこれあれか、ゴー出たらストレートなのか。ストレートになった瞬間俺強気になるわ。ゴリでーす。うわ、フルハウス。ダイヤか。どうだろう。もう一枚か。フラッシュ。フラッシュが入れば。手が悪いや。はあ、あまたフラッシュチャンス。これストレートフラッシュあるんじゃない。どんだけ夢見てんの。ワンピいや、ダメだ。フロッツペアは弱いな。多分勝てない。やられたな。さすがにね。あ、ドイツ。スリーカードなんないかな。スープやっぱ。あげるな、エスパー。乗せてくるな。自信ありか。わかんない。やべ、やられそう。うわー
やられたよ。10が来ればいつだ。6789両面だ。両面の時は行きたいですね。うわ惜しいな、これ惜しかったな。あこれいいんじゃないですか、これダイヤダイヤダイヤ、これあるよ。フラッシュありますね。ワンペア、手札のワンペアだけど超攻める。あー勝った、フラッシュ勝ちました。すげえ、あいつ8万4000とか持ってんの、気狂ってんな。うフラッシュなんだ。綺麗に勝って終わりたいな。ネミーはさすがに。ほら。フラッシュ。まあ勝てんわな。こんなもんすか今日は。木村は負けん。うん、今日はいろいろできたな、なんだかんだで。よし、あの子見て終わろう、あの子見て。俺のお気に入り。いいわマジで。彼女になってくんないかな。一番いいこの子、うん、よし終わります。